DJI のドローン探知システム、DJI エアラスコープは生産が終了したみたいです。はい、どうも、サラクーです。今日は2023年3月8日水曜日になります。今日の話題なんですけれども、DJI のドローン探知システムでエアラスコープというものがあるんですけども、どうやらですね、生産が終了したという話をですね、したいと思います。その前に私のチャンネルの YouTube のメンバーシップの紹介をさせていただきます。月額290円でとりあえず応援したいというコースと、月額690円で質問したいノウハウ動画優先で見たいという2つのコースを用意しております。今、月額690円のコースでは、いよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画、学科試験の想定問題を60問作っております。最近では実地試験、口述試験対策の方も作り始めました。第2回目に関しましては一般公開しております。この動画の概要欄のトップのところにそのリンク先を貼っておきますので、まずはそちらを見ていただいて、もし他の回も興味がある方はメンバーシップの参加のほどよろしくお願いします。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。以上、メンバーシップの紹介でした。では本題に行きたいと思うんですけども、今日の話題なんですが、DJI のドローン探知システムというもので、 DJI エアラスコープというものがあるんですけども、今回ですね、そちらの方が生産が終了してしまったというふうなですね、記事が出てきました。まあ、こちらですね、アメリカのドローン X の方で記事として語られてますので、そちらを見ながらですね、皆さんと情報シェアの方していきたいと思います。今でもですね、こちらの DJI エアラスコープを使っている方もね、いらっしゃるとは思うんですけども、生産終了ということみたいなので、そちらの方ですね、今回ですね、読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらですね、ドローン XL の記事になります。ドローン探知システム DJI エアラスコープは生産終了というふうな記事になっております。でですね、記事によると、世界最大のカメラドローンメーカーである DJI は、ドローンの検出及び監視システムである DJI エアラスコープの生産を静かに中止しましたということで、DJI のですね、公式ウェブサイトには、エアロスコープの生産は終了しました。最新の DJI テクノロジーについては、以下の推奨製品をご覧くださいと。いうふうに出てきております。こちらですね、DJI Phantom 4 Pro バージョン 2.0 なんですけども、ここのところですね、こういうふうにですね、出てきたということになりまして、これをですね、日本語で訳すと、エアロスコープのですね、生産終了しましたということになっております。で、そもそもですね、エアロスコープというものはどういうものかと言いますと、DJI エアロスコープは2017年にワシントン DC で初めて導入されたものになっております。こちらですね、ドローンの通信リンクを素早く特定して、飛行状況とか経路などをですね、リアルタイムの飛行データを収集するために開発されたものになっております。で、こちらの方でドローン検出システムの方は、固定バージョンというものとモバイルバージョンというですね、両方でですね、利用できるようになってまして、政府機関とか民間企業で無許可のドローンがですね、機密エリアに侵入をすることをですね、防ぐために利用されてきたものになっております。これらの領域にはですね、空港とか原子力発電所、およびですね、その他政府のインストラクチャーとかがですね、含まれているということになっております。DJI の方はですね、DJI のエアロスコープの廃止に関する公式発表というものはですね、行ってません。ただしですね、DJI の方は受信機の第2バージョンをですね、開発しているという噂があるんですけども、こちらの方ですね、問い合わせはしてみたんですが、今のところですね、返答はなかったということになっております。で、今回ですね、DJI エアスコープの生産が決定した2つの要因というものですね、以前 DJI の制作担当の副社長をですね、務めてたこの方がですね、ツイッターの方で述べてるんですけども、こちらの方ですね、2つの要因として、1つ目がですね、まずはこの機能はアメリカの安全保障上の利益を支援するために設計されてきたんですけども、アメリカの治安当局がですね、常に攻撃を受けてたということで、いわゆるですね、ブラックリスト入りされたとかですね、そういうことで、こちらの方ですね、いろいろと DJI の方は攻撃を受けてたということだったんですね。なので、今回 DJI の方はサポートを継続することがね、困難になったんじゃないかなということを述べております。あと二つ目としてはですね、連邦航空局 FAA というものがあるんですけども、こちらの方ですね、リモート ID の表示の実装を進めてます。で、これによってですね、FAA が他のですね、政府機関や法執行機関とともにですね、
アメリカの空域で飛行しているドローンの大部分をですね、検出、追跡することがですね、できるということなので、まあ、FAA が進めているですね、リモート ID がですね、エラスコープのですね、代替となるということをですね、こちらの方ですね、2つ目、読みとしてね、挙げているということになっております。ということですね、まあ可能性なんですけども、こちらの2つの要因があって、DJ エラスコープの生産がですね、中止にあったんじゃないかなということになっております。で、アメリカの方はですね、まあ9月16日以降ですね、リモート ID のですね、機能がですね、組み込まれてなきゃいけないということになっております。まあ日本ではですね、すでにリモート ID 機能をですね、航空法の下ではですね、ドローンはね、飛ばせないということになってます。まあこれですね、もちろん事前で登録した方はですね、リモート ID の方は免除されてるんですけども、事前登録以降の場合はリモート ID がですね、まあ義務付けられてます。アメリカの方もですね、今年の9月16日以降ですね、そういうふうになるということになっております。あと最後ですね、まあ、エアロスコープ、こちらの方がですね、終わる発表がされる前にですね、サードパーティー製のデバイスを介してですね、DJI ドローンから信号を受信できるツールというものを開発して、エアロスコープシステムを使用せずに、ドローンとそのパイロットの GPS をですね、取得できるようにしたということになってますので、まあ、エアロスコープはですね、なくなったとしても、まあ、サードパーティー製デバイスを介してですね、使えるようなこともね、できるみたいです。はい、ということでですね、ちょっとですね、今日はですね、マニアックな話にはなったかと思いますけども、まあ、DJ のエアスコープ、これがですね、密かに生産終了という話をさせていただきました。以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、DJ エアスコープが生産終了ということになって、まあ、これはですね、まあ、ある時代なのかなと思っております。今はですね、まあ、リモート ID の方もかなりですね、普及してきましたので、まあ、こちらの方ですね、DJI エアスコープのですね、役割もですね、終わったのかなと思っております。ただしですね、DJI の方は DJI エアスコープのセカンドバージョンというものをですね、開発している噂もありますので、新たなですね、DJI エアスコープでね、出てくる可能性というものもね、あるかなと思ってます。ということでですね、まあ、リモート ID 絡みにはなると思うんですけども、まあ、ここら辺のところですね、いろいろと技術革新というものもですね、進んでるみたいです。はい、ということです。今日はですね、簡単なんですけども、以上となります。このチャンネルはこのような話とかドローンのノウハウ、新製品のレビューとかを行ってたりします。あと冒頭でも申し上げました通り、私のチャンネルは YouTube のメンバーシップの方を開設しております。月額690円のコースではいよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画、学科試験の争点問題60問を作っております。あと最近では実地試験の工事試験対策の動画も上げ始めました。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。